今回は数式を割れる回数、数式の末尾に0が並ぶ個数について勉強していきます。まずは解き方の手順、キーポイントですね。まずキーポイントその1です。 n の階乗は最大で何回割ることができますかという問題ですけども、割る素数が何回含まれるかというのを調べます。でそのための手順として、その数の累乗が何個含まれるかの合計を数えます。この素数というのは皆さん大丈夫ですか？1とその数字でしか割れない数字ですね。例えば2、3、5、7、11、13とかですね。で、累乗というのは2乗、3乗、4乗、5乗のことですね。で、例です。例えば10の階乗で考えましょうか。10の階乗は3で何回割れますかという問題の場合、図より1から10の中に3は何個ありますかと。例えば1から10だったらこうやって数えたらいいわけです。この3の中に3は1個、6の中に3は1個ですね。で9の中に3は2個あります。なので全部で3が4つあるので、もちろん4回割れますよということになりますね。ただこの数字がじゃあ10の階乗じゃなくて20の階乗とか30の階乗だと書くの大変ですよね。その時は計算します。どうするか、まずは3で割れるかとあるので3で割りますですね。10を3で割ります。そうすると3余り1ですね。ですからこの3の倍数の個数は3個あるということが分かるわけですね。でそれでこの1列目が出るわけです。でも皆さんこの図を見て分かると思うんですけども、9というのは3が2個ありますよね。今10÷3ですとこの3個は出たんですけども、この3が出ないんですよね。ですから次は10÷9をやります。この9ですね。そうすると10÷9は1余り1ですよね。その1がこれです。ですのでこの3個と1個で4個というふうになるんですよね。ではちょっと例題考えてみましょう。ここが今10の階乗は3で何回割れるかという話をしましたけども、30の階乗は3で何回割れるかというのを考えてみましょう。30も書くの面倒くさいですよね。ですからこのように式でやります。まず最初ですね、3の1乗で割ります。3で割るってことですね。30を3で割ると10ですよね。では次です。累乗とありますね。9で割ります。9というのは3の2乗ですからね。ですから30を9で割ると3余り3ですね。ですから9の倍数は3個ありますよと。では最後その次ですね、3の3乗27で割ります。30を27で割ると1余り3ですよね。ですから30の中に3の倍数が10個あって、9の倍数は3個あって、27の倍数は1個あります。ですので合計すると14になりますね。ですから30の階乗は3で割ると14回割れますよということが分かります。そのように解くのがこのキーポイント1ですね。では次です。キーポイント2です。0が何個並ぶかという問題なんですけども、0を並べるためには皆さん想像つきますよね。10をかければいいですよね。10をかければかけるほどどんどん0は増えていきます。じゃあ10を作るためにはどんな数字が必要か。皆さん九九を思い出してください。2×5 しかないですよね。ですからここで2と5が何個含まれるかを数えるわけです。その手順はこちらと同じですね。これは実際に問題を解いていって考えましょう。ではこのキーポイントですね、一時停止ボタンを押して暗記してください。はい、どうぞ。では実際に問題を解いていきましょう。空欄があります。自分でどれだけ計算できるか確認しましょう。では一時停止ボタンを押して計算してみてください。はい、どうぞ。ではいきます。問題は10の階乗が2で何回割れますかという問題ですね。ですから最大で何回2で割ることができるかということを問われています。ですのでまずは2ですね、2の1乗や4、2の2乗のことですね、とか8、2の3乗ですね、などの2の累乗ですね、今私が言った2の1乗、2の2乗、2の3乗が何個含まれているかを確認します。
で1から10までの数字において2の倍数は何個あるかですね。10割る2で5個ですよね。じゃあ4の倍数は何個あるか。10割る4で2余り2ですね。ですから4の倍数は2個あります。4と8ですね。では8の倍数は何個あるか。1個しかないですよね。ですから合計でこの何個あるかというと8個の2が含まれます、ね、この5と2と1で8個ですね。ですから10の階乗は2で最大8回割れるということになります。では次ですね、20の階乗の問題ですよね。で内容が0は何個並ぶかということですね。20の階乗20、19、18、17とバーって全部かけていったら0は何個並びますかという問題です。でその場合ですので0が並ぶというのは10が何個あるかということですね。キーポイントでお話ししました。ですからその10を作る2と5が何個含まれるかを調べます。ではまず2が何個あるかですね、調べましょう。20を2で割ると10個ですよと。次ですね、20を4ですね、2の2乗で割ります。すると5個。次ですね、20を8ですね、2の3乗で割ると2個。次ですね、20を16、2の4乗で割ると1個ですね。で次、2の5乗では割れません。2の5乗は32ですので、20割る32だと、ここ、小数になっちゃいますよね。小数分数になるので、もうダメです。じゃあ、20までの中に2は何個あるかというと、全部の合計の18になりますね。この10と5と2と1で18個あります。では、この5ですね。10を作るために必要な5は何個あるかというと、まずこちらですね。20を5で割ります。すると4個ありますね。じゃあ次はどんな数字かというと5の2乗ですよね。25です。20を25で割っても1個もありませんよね。ですからここで終わりです。よって5は4個含まれます。じゃあ2が18個、5が4個なので10は何個できますかということで答えは4個ですね。いくら2がいっぱいあっても5がないと10にならないんです。ですからこの4個しかできませんよと。よって10は4個ですので0は何個並ぶか、答えは4個並びます。このように解きます。今回はここまでです。ありがとうございました。